ロレーヌ家はヨーロッパ貴族の家系の一つ、シャトノワ家とも呼ばれる。元来はロレーヌを統治した公爵家であったが、18世紀に婚姻により、ハプスブルク家を相続して、ハプスブルクロートリンゲン家となったことで、ヨーロッパ市場において重要かつ最も長きにわたって、統治した王家の一つとなった。現在当主はカール・ハプスブルクロートリンゲンで、オーストリア皇帝、ハンガリー。 クロアチア、ボヘミア、ガリツヤ・ロドメリア、イリュリアの王及びエルサレム国王の称号を有する。ロレーヌ家はジラール家として知られるパリハク・ジラール一世の子孫であると主張した。10世紀のマトフリート家はジラール家の文家で、この時代に一族はメッツハクとなり、アルザス及びロレーヌの支配者となった。アレクサンドル・デュマの小説。 モンソローの奥方で描かれているように、ルネサンス時代には、ドレーヌ公は、自らの祖先が、カロリング朝であると仮りを化する、主張の傾向が見られたが、実際のところは、初期世代に関する文書があまりにもわずかであるために、同家の創始者の家系の復元は、かなりの量の憶測が含まれている。より確実に現れるのは、1四4年に、新生ローマ皇帝ハインリヒ三世が上、 ドレーヌ公国を最初に、メッツ博アダルベールに、次に、ジェラールに与えた時であり、その後継者は1431年に、シャルル2世が死ぬまで保持してきた。ギーズ公が居住したジョインビリーの、シャトー・ジュグランド・ジャルダン。1453年から1473年に、かけての間に、公国はシアルル2世の娘、イザベルの権利から、その夫である、 バローアンジュー家のルネ・ダンジューに渡った。後にシャトノワ・ロレーヌ家の分家である、ボーデモン屋出身のルネ2世の元に戻り、ルネ2世は、外祖父であるルネ・ダンジューが保持していたバルコーイも継承した。ルネ2世の長男アントワーヌは、ロレーヌを継承。次男のクロードは、フランス王・フランソワ一世から、ギーズ公に除釈され、ギーズ家を起こした。ユグノウ戦争中は、 ボーデモン家の分子であるギーズ家の台頭が目立ち、この一門はフランスの政治に力を及ぼし、フランス国王アンリ三世治世下の後期ではフランス王位継承にも迫った。アンリ三世の兄フランソは二世の王妃でもあった。スコットランド女王、メアリー・スチュアートの母であるメアリー・オブ・ギーズはギーズ公、クロードの長女であった。ブルボン・アサシタでは、 ディーズ家は1688年に本流が断絶、文家はエルブ不幸として存続し、フランスにおける行為の貴族の一つとして生き残ったが、一方のボーデモン家はロレーヌ公を及びバル公として独立を維持した。しかし、ルイ14世の帝国主義的な野心は、ロレーヌ公とハプスブルク家の神聖ローマ皇帝との永続的な同盟を余儀なくさせた。ハプスブルクロートリンゲン家の紋章。 皇帝ヨーゼフ一世とカール六世の兄弟が男子の後継者を残すことに失敗した結果、1713年の国事直書に基づいてカール六世は王女のマリア・テレジアに家督を継がせることにした。1736年にカール六世はマリア・テレジアとフランツ・ステファンを先祖代々の土地であるロレーヌとトスカーナ及びチェシントの交換の同意を取り付けた上で、 結婚させる準備を整えた。1740年にカール6世が死去すると、ハプスブルク家の領地は、マリア・テレジア、フランツ夫妻の手に渡った。ハプスブルクロレーヌ領家の婚姻は、王朝の合同を促し、オーストリア継承戦争を生き延びることとなった。フランツ、マリア・テレジア夫妻の娘であるマリア・アントーニアと、マリア・カロリーナはそれぞれ、フランスとナポリシチリアの皇妃となり、 息子のヨーゼフ2世とレオポルト2世は相次いで定位を継承した。オーストリア、ハンガリー、ボヘミアの王冠領を含むハプスブルク家の領域の中心を除き、ハプスブルクロートリンゲン家のいくつかの分家は、トスカーナ、パルマ、モデナのイタリア諸国を統治した。一族の一人マクシミリアンはメキシコ皇帝となっている。1900年にオーストリア大公、フランツ・フェルディナントは、 ボヘミアの貴族令嬢、ゾフィー・ホテクとの寄陷結婚での婚約を結んだ。二人の子孫であるホーエンベルク家は、オーストリア・ハンガリーの定位継承資格から、外されているが、ロレーヌに関しては、寄陷結婚は、非合法化されたことはない。にもかかわらず、フランツ・フェルディナントの弟、オットー・フランツの子孫の皇帝カール一世、その皇太子だった、オットー・フォン・ハプスブルク。 その長男、カール・ハップスブルク・ロートリンゲンの系統が通常は一族の課長とみなされている。オッ夫は1951年にかつてのボーデモン家の拠点であったナンシーでザクセンイコールマイ人間公女レギーナと結婚している。ありがとうございます。